こんにちは、ABKTV です。今日は第三京浜保土ヶ谷サービスエリアミーティング第2弾、早朝バージョンの様子をお送りいたします。毎日暑いですね。皆さん体調を崩されてはいないですか？汗っかきの私には残酷な日々であります。そして天気悪いし、前回先々回もそうだけど、後で晴れるパターンですね。その方が喜ばしいですけどね。今年の盆休み、涼しい高原でのバンド合宿が流れてしまったので、日々悶々としていると、福さんから保土ヶ谷ミーティングのリクエストがありました。渡りに船というわけでもないですが、単車に乗ってストレス発散&新しい友との初対面、これはナイスな提案ですね。アキラさんと一星さんにもお声掛けして、本日014台4名様のご案内になります。こりゃ楽しくないわけないですよね。おっと、どうやら私が最後の到着、失礼いたしました。ご挨拶もほどほどに、いきなり立ち話で喋り倒しましたね。いやもう、なんか前から知ってるような感じで話ができる。これライダー同士だかな？いいっすね。アキラさんの単車はシート高が低く、そしてとにかくピカピカ。シリコンの重ね塗りで、メッキ部、結晶塗装部すら、色の深みが違う。先日伊豆で掃除してくださいとお叱りをいただきました。見事な輝きを見ると頭が下がるばかりです。福さんの01はさりげないけど、黒を基調として随所にカスタマイズがされています。どこもかしこもなんで語り尽くせないですが、統一感があって破綻がない。なかなかクール。うまいです。アクラボビッチの排気音も低く乾いていて良い音ですね。音量、音質ともに上品で好感。上級編ですね。
there's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. いやいや、本当皆さん、肩の力が抜けていて気さく、いきなり大笑いでしたね。楽しい時間を過ごしました。暑くなる前に解散です。夏で劣化するのは私の T シャツだけじゃありません。メットを掴むと、カメラのマウントが連日の暑さで剥がれ落ちてました。どうした住友 3M、 そんなはずではなかったはず。剥がれた両面テープはまだまだ強力な感じ。貼り直して出発です。しかし途中でカメラもろとも完全に剥がれ落ち、かろうじて端っこでつながってぶら下がっていました。美しいタンクの動画をひたすら撮影してくれてましたね。ご苦労様でございます。帰りは二人が先行して離脱。剥がれ落ちそうな住友 3M にカツを入れながらの走行動画です。これ皆さんどうされてるんだろう。なんで夏になると両面テープって剥がれるんだろう。プチルゴムのテープなんか剥がれるっつうか、熱でデロデロになってスライドしてるもんな。住友 3M でこうならもう何やっても多分ダメですよね。恐るべし夏、君と剥がれた夏、ミニシアター映画のタイトルみたいになっちゃって、まあ本当頑張ってくれ住友 3M。アキラさんの先導でゆったりクルージング、鼓動をたっぷり楽しんで帰ります。
そうそう、さっき保土ヶ谷でカメラのマウントを直してる時にヘルメット落としました。コツだって。なんでこんな間抜けなんだろう。がっかりしますね。すっかり傷物です。最後まで面倒見させてもらうからね。なんのこっちゃ。ではまた。